次のラウンド、第6ラウンドは飛行モブレース。なん飛行モブレースだとは。モブのモブレースの会場を使います。ルール説明します、はい、まずね、6体、まあ口で言うと今回飛行モブ、コウモリ、オウム、ベックス、ファントム、ミツバチ。あ、で、俺が飛行モブじゃないんだけど、俺も参加します、これ。え、で、何、どういうこと。弓構えながらシフトで俺は進みます。ああ、なるほどね。おー、さあ、コウモリ、なんかやばい、うわ、5.3 倍、35倍、オウム35倍、59倍、ベックス 2.8 倍、ファントム4倍、ミツバチ59倍で、俺が 6.7 倍です。いや、ベックスはね、で、でなんですけど、ここで2連単、まあ、1位2位をどっちも予想して競馬じゃねえか、どっちも予想してどっちも当てた場合は掛け算でその倍率もらっていいですって。おい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 、大逆転のチャンスじゃないこれ。やるしかねえな俺やるしかない、ここ掛けて当てるしかねえな。掛け2倍なんて大変なことですよ。あ、そう、まあ、俺もう決めたわ。そういうことね、そういうこと。まあ、あんまり見ない、思い切りがいいな、キリアン。まあね、やろう。余裕があるから。いや、でも、弓シュートシャークの確実性があるんだよね、結構。そうなんだよね。そうなんだ。時間かければゴールするっていうね、あれがある。ただ、結構遅いぜ、やっぱ弓シフトは。遅いな。どうやって決めたんだろう、バリッツ、マジで。バリッツは、この辺から時間なくて、適当に決めてる。人だろ。あげやな、スマイルよ。うるせえ。スマイル、スマイル。おやい。はい、じゃあまずね、2連単、自分の場所に1位2位とダイヤモンドのルースが1位ですね、左側が1位で、はい、それで置いてください。ポン、よいしょ。はいはい、みんなやんのそれ、はい、スマイル置いてよ。お前、考えてない。いや、俺ない。2連単、お前2連単やんない。入れない、入れないふね。あ、それもね、まあ、ありです。1位に当たらんよ。ということで、まずは中身はベックスコウモリか。コウモリ、ベックスコウモリ、これ当てたらゲットします。まあこれは硬い、硬い。2.8×5.3。ちょっと待って。まあ、いや、いいよ、じゃあ。やんなきゃ。やんないよ。え、やっていい？ダメ。やんねえよ、じゃあ。これ当てたら 14.8 倍。まあ、ほぼ15倍。確かに。次が、ミツバチシャーク。木の匂い。かけたな。かけたな。ミツバチ？ミツバチ？かっきり。まあ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 。これは事件ですよ。これもし、ヒントキが言ったら事件だ。もう400倍ぐらいな。人生逆転ゲームで。3倍。395.3 倍！やった！こっちじゃん、こんな。キリヤ君。ファントムシャークン。ファントムシャークンだよ。4×6。ファントムシャークン。26.8 倍。これもなかなかでかい。いいね、ばらけたのいいね、だからいい具合にそれぞれ1回かけたのかって、まずこれで見ていこうかな。そう、ね、中身のファントムコウ…はい、え、ベックスコウモリ5点、え、5年、ああ5年のミツバチシャーク2 2だよ、お前勝った、あの命の中の2これ2、これ勝った2だよ、700とか、ね、ほぼ800、800ぐらいいっちゃうんじゃない。よっ、やば、勝ちか。よほじゃねえよ。ファントムシャーク、金時のアキリアのが5だから、まあ、これも、ね、倍率20。これもえぐいぞ。だから100年ぐらいもらえますね。やばよし。ということで、次ファントムシャークはちょっとありそうなんだよ。ファントムシャークに頼む。ありそうだな。はい、次、単発、ま、コウモリかな。スマイル。コウモリ、ね、え、いる、ね、意外といるんだよ、コウモリ。コウモリ困るよ、絶対どこやねん。オウムは35.0ですよ、人気なしと。オウムは無理だよ。立ち止まったんだよ、ね。ベックス 2.8 倍、中身だけ。ベックスはいかないよ。これ、これこの 2.8 倍は罠だから。罠かもしれない。罠すぎる。ファントム4倍、キリアン10、スマイル10。いや、ファントムだよ。ファントムだって。そしてミツバチ、ここにもおる。ここにもおる。いるんだよね。ミツバチ忍者がいるわ。ミツバチいるんだよね。めっちゃかけてる、こいつ。ミツバチが1じゃなかった瞬間に今、4てるだけだってね。そうだ、そういうことだね。で俺にキリアンが10。キリアンが。俺はもう、ファントムシャー君が逆でも、ね。でも俺が1だった場合、まあ、10かける、まあ、6.7 倍でまあまあもらえますと。まあまあ、それでもいいよ。さあ、行くぞ、運命のレースだ、お前ら。来い。じゃあシャークの空いた時間スタートね、これが。じゃあ俺は来ますよ。あ、俺クリエイティブで、あ、一応俺クリエイティブで知らないようにやるんで、俺以外がゴールしなかったんで。よーい、スタート。
結局カントメイキしコモリ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 はいはいコモリはいミツオチンおいミツオチンミツオチンベッキコモリ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 ミツオチンじゃないこれベッキスベッキス落ちてベッキスより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 ミツオチンミツオチンほら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 嘘だろ。嘘だ。ほらほら、これ鮭来る。ほらほら来る来る来る鮭来る。鮭、急げってお前。おい、遅えよ。急げ急げお前。待って待って待って。やばいやばいやばい。急げってお前、本当に。コモリ。あー、コモリ。暫定的に暫定値になってるよね。これ暫定値になれって。え、これガチでやばいぞ。やばい。ガチでやる。あ、ベックスベックスベックス来いベックス来いベックス来いベックスが来るベックスが来るあ、ベックス痛い痛いベックス2着どっちが惜しいねめっちゃ惜しいでも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 なんよでも当たってるからねいや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 単発はミツバチ以外の全員は募集うわ嘘じゃんこのオッズおかしいだろおかしいマジでおかしいじゃん駆け得やばいオッズに騙されたあぶねえマジで惜しかったじゃんシャッキーお前いいよ別にシフト押さなくてめちゃめちゃいい勝負だったな話変わってくるマジかてかファントムまだゴールしてねえよオウムゴールしたね今ねオウムゴールしたオウムいきなり来たよ俺がゴールするとき一番手前じゃなかったねほぼちゃんとやばい、かわいいと思ったんやこいつ気まぐれオブザイヤーなんだよそうなんだよね、オウムはちょっとあーもうオウムは早くねミツバチをまっすぐ進むから逆になんで59にしたの君はミツバチを適当だったよだからということでトップですね金時が110を増えて121おぉやばっいやミツバチのオッズがおかしいミツバチやば2位がキリアン100以下になりましたついに95おかしいややばい、毎転したつまり86、中村65です結構みんなバラきました俺が大会だからまさかまだ何が分かんないんで何が何なんだ次のレースじゃあ次のレースしてた第7ラウンドもレースですはいおい第7ラウンドはちっこいレースなんだそれちっこいレースお前回のモブレースでね日の目浴びなかったちっちゃいモブたちが5体を使って俺がかけてたやつらやんなるほど俺が3連単かけてたやつらエンダーマイトシルバーフィッシュそうそうそうちっちゃい熱帯魚え熱帯魚ニワトリウサギ以上です5個ですねなるほどなるほどねお疲れ様です。はい。エンダーマイド5倍。やばい。シルクマーフィッシュ 3.6 倍。熱帯魚 391.5 倍。ニワトリ 2.9 倍。ウサギ 5.6 倍。はい。以上ですね。ふざけてんな、これ。ふざけ散らかしてる。これも2連単あるんで。一人。これも2連単あるんですね。一通りですけどね。熱帯魚地上にいるとこ見たことないのよ。本当に。本当に。いや、前回誰が欲しかったんだっけな。俺かけて。どれかが前線したんだよね。あ、これ金時ってもう入れてる？かけた？あ、入れてないもんだ。ちなみにスマイルさっきさ2連単さすがに合ってなかった。自分のこう、そう予想2連単。ミツバチやぜ。ミツバチなんだよ。ミツバチなんだよ。ミツバチいなかったら結構みんなまあ陰性はいつかやけど。はい、じゃあ。はい、2連単は分かった。ちょっと2連単は。マジやるしたいか言ったらそんなの。2連単は入れとくだよ。でも実際入れとくかけたのが。ということで全員決めたらしいんで、まずは第2連単。から見ていきましょう。じゃあ全員一斉にオープン。これだ。あ、逆だ。うわ、逆か。ニワトリいない。スマイルは。お、結構寄ってますね。あ、でも並びは全員違いね。中村はニワトリウサギ。シルバーフィッシュウサギ。全員違うんだね。スマイルがなんだ。ニワマイ。ニワトリ。シミか。ニワシミ。めっちゃ動くな。ニワトリシリアンがウサギシルバーフィッシュミウサギシルバーフィッシュウサギフィッシュ種類自体は3種類しかいないかなここにまあそうだよなエンダーマイトエンダーマイトと熱帯魚は完全に除外されてありますねじゃあ単発でいきますまずエンダーマイト 5.3 倍誰もいないエンダーマイトが飛び立つ瞬間に全員崩壊しますと次シルバーフィッシュ 3.6 倍中村3もう入ったら17ぐらいゲットするのかな守ってゲットするわ熱帯魚絶対にとりあえず入れとけぜ中村が多い分
ネタに勝った中身が圧倒的有利になりますね。いやー、これはね、ワンチャン、まあ、入れとくでしょう。入れとくですか。全員一読みのゲーム。鶏、2.9 倍、声を受ける。まあ、これも普通に無難ですね。最後、うわっ、うさちゃん、うさぎだろ。うさちゃん、5.6 倍に20段、100ぐらいもらえる、当たったら。うさぎなんてるわ。ちなみに前回ニワトリ決勝行ったっけ、結構ねいい線行ってたんだよね。惜しかったね。違うんだよ。そう、あのね、違う、モブ娘はやっぱうぞうむぞうでこうね、いろいろ起きましたから、ドラマ、うん、今回、はい、こうとなるとやっぱ自力が試される感はねありますね。そうね、まあ、干渉しなそうなやつは、まあ、で2連単の方は、まあ、あ、見てなかった、2連単の2連単かけてんな、10のやついるぞ。10まで金だけ。いや、うさぎ1位でなんか他のわけわかんないやつ2位になってくればいいよ。はい、ということで第7ラウンドやっていきます。位置づいて、はい、よーい、スタート。いけー、うさちゃん、うさちゃん、誰かが後ろ行くな。うわー、白星後ろ行ったわ。いやもう、ね、誰も動いてない。いや、動いてない。もうちょっと、もうちょっと頑張って、もうちょっと。ニワトリ何決まってんだよ。爆速だったぞ今。爆速だ。もうちょっと、おい、何後ろ見て余裕で動いてんだよ。ウサギとカメじゃねえか。死んだ、死んだ、死んだよ。ニワトリ大きいよ。死んだか。おい、ウサギとカメやってるぞ、このウサギ。やばいやばいやばい。イルファッシュどこ見てんだよ。お前、こっち見てればもう今頃ゴールしてたら、あの。一目散に進んではいるけどね。そうなんだよね。ポテンシャルはあるんよ。ウサギそのままそっち見てそのまま行け。でウサさん声が追加していって話したら追加するけど、まあ、とりあえず3分まずは3分。もうちょい待とうか。今40秒。ニワトリ。熱帯魚これこのまま動く可能性ありますか。熱帯魚動かないだろうな。だって死んじゃったもんな。動かんの。死んじゃったからね。エンダーマイドも確か制限時間5分とかって気がするんだよね。ああそうだね。あんまりなんか、ね。あんまりなくなるとね死んじゃいます。ウサギはなんで最初走ったんだもん。なんで止まっちゃったの。しかも後ろ向かっちゃうもんね。めっちゃ速かったもんね。めっちゃ速かった。手から柵に挟まって動かねえんだよこいつら。そうなんだよね。おい。いやでもこのこれは当たり判定ないはずだ。ないよ。あ、ニワトリ、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 あ、ウサギ、待って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 、待もういけるわ。あ、シミ死んだんじゃない？死んだじゃん。なんか移動してんだけど。あ、戻るぞ。これと戻るぞ。今ワンチャンさ、アヒルチキンがさ、行ってたらさ、俺2連単行ってたんだよね、今。そうじゃん。あー。危ねー。ウサちゃん、ナイス。来ないな。こいつ。このポケコッコ。エンダーマイド死んでね。そう、追加しよう。じゃあ。に決まるまで。いいっすか。はい。ニワトリ行けそうな。もう5体ずつですね。まあシルバーフィッシュがゴールするかどうかっていうやつだけど。あ、え？ごろ体しか。シルバーフィッシュ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 。そうだね。シルバーフィッシュ絶対早いんだよ。感動したね。絶対あの最初のシルバーフィッシュおかしいじゃん。あのシルバーフィッシュがおかしいだけです。あいつがおかしかったんだよ。めっちゃ来てんじゃん今。よっしゃ。1位ウサギ、2位シルバーフィッシュだもんね。キンディアンが2連単当ててんだもん。信じた。2連単当ててます。キンディアン惜しかった。かけたやつ全部当たったぞ今回。そうだよね。マジで惜しかったけどな。違う違う、キリアン3掛けじゃないよ。君熱帯魚かけてるから。え、あ、そうだった。確かに確かに。いらねー。お前忘れんなお前。熱帯魚の気持ちよく。ってことで結果発表。はい。キンディアンがまた1位持ち合わせ263。よっしゃ。無理やん。めっちゃ増えたな。よっしゃ。ウサギにかけたのが効いたかな。やっぱウサギへの愛が伝わったな。そして中ムが72。ちょっと増えた。で、金時が133。金時もちょっとウサギで増やしてもらう。ウサギ増えた。スマイルは77。おお。まあ減らし、徐々にスマイルを減らしてきてますが、ここで第8ラウンドいきますか。次にやっていただくゲームはどんな模様ができるかなゲーム。なんだそれは。ガチで何を言ってるんだこいつは。ガチで何を言ってるんだ。何を言っているんだ。で今からね、この緑の羊毛と、黒の羊毛を、ホットバーが今こんな状況ね、こんな状況にしてランダムでこうやって1ブロックずつ置いていきます。こうやってランダムで、ああ
どんな模様ができるかなっていうゲームなんですが、その模様が、なんだそれ、その模様ができたら、でそのお題の模様をみんなに作ってほしくて、一人一個で、ね、この用語とこの用語を使って、まあ、5個以上15個以内ぐらいかな範囲でいったら、なるほど、で模様を作ってもらう、でその模様が完成したらの倍率をかけられる、あのみんなが決めた模様誰でもかけれるから別に平等、選択肢は自分らで作れと、倍率は俺がその模様を見て決める、今から俺は3個作ります、みんな1個ですよ、ということで模様が出揃いました、はい、こちらの7つの模様、はい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 、出たらその倍率をかけてもらいます。さあ倍率発表していきましょう。まずこちらのクリーパー、はい、どこかに現れたら12倍かけた数かける12倍、これは結構熱い、こちらもクリーパーで嬉しいしね、緑も12倍です。まあ、こっちは簡略化したクリーパーだからね、ちゃんとちょっと模様はね、まあまあ、普通とは違うけど、まあ、クリーパー、これ俺のシャークの目、シャケの目です、10倍です、うん、これでもねあるのかな、1個のかけたらさ、ただこれは見つけにくそう、離れてるから見つけにくそうだし、ね、隙間がある分これだってさ、隙間はさ、隙間は何の、まあ、何のブロックでもいいからね、まあまあ確かにね、次、このスッキリがするとニコちゃんマーク、ニコちゃんマーク、これ9倍という判断です、9倍か、スマイルの一直線18倍、何ブロックこれ、 8ブロック、だいぶ多いよな、いやこれ8ブロックは多いな、そしてしましま 3×3 しましま6倍、こっちもしましまか、しましまだよな、チェック柄じゃねえか、チェック柄、チェック柄としましまで、こっちも6×6倍という感じになっております。まあ、自由にかけてください、はい、これ次のゲームによるんだよな、まあ、よるけどね、最後そんなどんねん返しないよ、ないない、そんなない、ないんかい、ここが最後のどんねん返し、じゃあここでどんでんするの、え、どんでんここしかないの、マジか、全部出ない可能性全然あるな、そうだよな、全然あるな、ね、まあ、次どんでんないんでしょ、じゃあここでもやるしかけるじゃねえじゃん、さすがには、戦いなんだよ、そう次どんでんないはね結構 ね、 確かにね、大事大事だわ、あーどうしよう、ちょっと迷うな、オッケー、これは終わったぜ、俺も終わり、はい、書き終わりましたが、クロークリーパーいきます、中も6、めっちゃ書けるやん、16、これ書けた、これは完全にロマン砲、これはロマン砲だね、そして緑クリーパーいない、黒に書けたの、いないんだ、いない、逆にいないんだこっちは、黒に書けた、緑で完成した、悲しいやん、シャー君の目10倍、お、中も10、見えたな、これはね、ワンチャン出そうな感じもしてるんだ、なんかね、まあてかね、見てみたいよね、これはね、確かに、そしてキリアンの書いたスマイルが9倍、うわ64、こいつは絶対似てるあの確かにキリアンめっちゃあるんだ、もともと持ち点が多い、こいつは絶対出る、俺出る可能性あるよな、1スタぶち込んでんのやべえな、マジそしてこいつは出るぞ、15倍一直線スマイルが書いたやつ13、これ勝ったら100、これも勝ったら200ぐらいもらえる、さあそしてこれが中身が作ったチェックからかな、6倍、お、中村6金的5、これはね、これはでもさ、これはでも、さあそしてスマイルが作った、俺作ったんやろ、16、金的が作ったボーダーは16、まあ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 、16、ね、出ないんじゃないこれ、かけます、いや俺はこのシャー君とニコちゃんマークを絶対に出してもらうぞ、いきますよ、はい、それでは、もう、高速回転してると、お前、ソイルが。高速回転してる。そのまま置きまくるってこと、私、いけ。いっちまへん。やれ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 。いけ。おー、これ、やばい。いけいけ、まあ、もう、順次加速していけよ。たまにね、たまに、あの、空欄があるから。あー、たまにね、欲しい、今、黒。逆に行くか。確かに、黒、黒です。いきなり、みんな。いけいけいけ。何があるじゃん。あー、やばい、緑が全然なんかチェック柄になるみたいに見えないな、いやでもほんでこれ めちゃくそだり、そだりじゃん、ほんとだ、本当だ、形って見えてきそう、意外と細かい柄なんないんだ、でもさ、これさ、これキリアンのニコちゃんマーク結構出そうじゃね、いや俺が欲しかったわ、あと1個じゃないこれ欲しい、あ、チェック柄、チェック柄の、あ、そう、あ、チェック柄ワンチャン、ここチェック柄ワンチャン、黒1本いけ、あーボーダー今惜しかったのに、いけいけ、くるいけ、そう、さあチェック柄ポイント、チェック柄ポイント頼むチェック柄ポイント来い来い、あーストレートあまりにもストレートあまりにもストレートやなこれ、いやストレートすぎん、オッケーオッケー、これもうニコちゃんマークあってもおかしくないよね、なんかありそうだな、まあ、いやここがめっちゃ惜しい、ここまでできてる、ああ探すのクソだる、え、黒、いけ、いけ、
黒いプロやってる。感じさ探すの楽なんだよこれ。俺めちゃめちゃ。これさここめっちゃ惜しくね今。ここ惜しくない？あ本当だ。チェックあと1マスでできてたわ。そうだるいなこれ。黒まだよ。あ完成してねこれ。1、2、3、4、5、6、7。お。え？うわ。1、2、3、4、5、6。ああ。もっと出てくる。マジ。マジか。一直線って出るんか。もっと戻るの。ここニコちゃんマーク惜しいねこれ。あ本当だ。惜しい。星ちゃんマークまた黒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 で連続してるわまた黒え？あでもちょっと足りない。おできてるできてるマジできてる。ネコちゃん来たわ。よっしゃー64。ちなみにここも俺さ待って待ってここもできてる俺も。あこれ鮭できてる鮭できてる。これ鮭の目できてる。マジ？あできてない。あま間一マス。あ金時の方ができてる。ここできてるよ。ここできてる。お。えこれクリーパーあクリーパーできてるわ。黒クリーパーできてる。ほらほら。本当だ。僕ではかけてないよ誰も。かけてるかけてる。俺と金時はかけてる。おマジか。クリーパーどっか出てそうだけどね。あ出てるわ出てる出てる出てる。クリーパー出てますここですね。緑クリーパーは出てる出てる。いっぱいいるよね。一旦これで穴はあるけど終わりました。はいじゃあちょっと穴を埋めてください、はい、ここに埋めてください。はい以上で完成、うん、疲れた。はいおーい気悪いことみたいな確かに。ということで、かけ算で増えてますね。ケリアンが768。やったで、中村が、中村163、ケンドリ384、スマイルが259。ということで、これを持って、最後、いきましょうか。最後はなんだ最後、シンプルですよ、めちゃめちゃ。シンプル。なんだシャーくん VS エンダーマーン。うわ、さじ加減じゃないか、これ。なんだよ、それ。俺は全力でやります。あ、全力でやるんだ。なるほどね。で、持ち物は、なし。なしで、シャー君死んだな。シャー君が勝つかエンダーマンが勝つかどっちかだと。うん、そうそうそう。はい、レッツー。どうぞ。こちらです。ドドン。シャー君 2.5 倍。これさ、なるほどね、もう感じでございます。勝ち目なくね。シャー君は本当に何も持ってないの？裸。疑うよ。完全にイベントに空っぽでやりますよ。いや無理だよそれ。あのどちらかっても速攻で決着するから。俺もオールインだけどね。最後だからな。もうオールインオールインだよね。オールインするか。オールイン以外の選択肢がない。ないな。右がエンダーマン、左がシャークくんでいいのね。じゃあもう俺はこいつに託すすべてを。おっと。え？オールイン。いやでも待って、キリアがこっちに入れたってことは俺こっちに入れても勝ってないってことは単純に自分が応援する方に入れりゃいいんだよ。そういうもんだろだよね。いや俺は意外といけるんだよと思ってる。えシャーケンコマンド使う？使わない。はい OK 行くよ。最後になった。いいかい？じゃあここに、はい、ここに置くよ。さあ最終決戦頼むぞ。なんだこれ。何なんだ。頼むぞ頑張れ。いけシャーケンどっか行くぞ。まあ別に見合わせなくてもここから殴るんだけどね。もうね、よし。いやでもエンダーマンをお前舐めてる。腕でエンダーマンってなかなか。いや、やばいことやってるけどな、はい、確かに。いきます。なんか秘策があるとしか思えないんだけど。エンダーマン。え食らってない。エンダーマン。いける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 。エンダーマン頑張れよ。壁はめ。あ、そうなの。壁はめ。エンダーマン頑張れよ。え、もっとエンダーマン、お前ワープしろよ。後ろから攻撃しろよ。後ろから攻撃しろよ、お前。バカだろ、お前。頭使えよ。はい、よかったはい、さあ、オッズ発表です。オッズ発表です。はい、じゃあ、見ますよ。じゃあ、まあ、エンダーマンに入れたやつ見てからか。せーの。あ、で、これ、何入れてんの、みんな。何入れてんの。俺、オールインだよ。俺はオールイン、オールイン。767。全員オールインや。全員オールイン、スマイル以外。いや、スマイル。いや、見てみろよ。ギリアンか。見ろよ。お、1位出てんだ。
スマイルが、これオールインオールインだよ。あ、オールインじゃ、スマイルが、まあ、絶対優勝は何やっても優勝はもうオッズ関係ねえもん、優勝は2年生きられる。キニアンは俺は2年生きられるぞ。 1.7 年、お前ら2人はここで死ぬんだ。 1.7 年だ、お前。残念だったな。いや、もういいよ、いいよな、こんな合わんねえよ、ゼロも2も合わんねえよ。寿命ってこと忘れてたの、最後に。お前新生児と、新生児、のんきゃら2歳と何ができるんだろう。ちょっと喋れるぐらいじゃない。歩けて終わりだよ、お前は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。